次はオンシジウムの登場です。オンシジウム酸、こんな風についてます。ちょっと先ほどご案内してなかったんですけど、シンピジウムもデンファレモンラジオにこういう風に互い違いにお花がついてて、で同じようにね、オンシジウムもひねってますね。では、観察してみたいと思います。ではどれが一番見やすいかな。どれがいいかな。これ良さそうなんで切ってみます。よいしょ。はい、オンシジウムさんやっぱ小さいですね。種類にもよるんですけど、やっぱ小型多いですね。この一目が1センチの一目なので、大きさもなんとなく分かっていただけるかな。私の、爪、指がこんな感じです。はい。これが萼で、この3つが花びらです。こういうのはつぼみを見るとね、すぐ分かるので、つぼみを観察してみましょうかね。はい、これがオンシジウムのつぼみなんですね。先っちょ。これ見たらわかるか。こことここビロビロっとついてるのでわかると思うんですけど。うん。そうですね、やっぱりこの3つが萼で、この斜めの出てるものが花びらですね。この2つが3つが萼、この3つが花びらです。で、面白いのが、よいしょ、ひゅっとひょ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 、映るかな。こいせこれがね、分解してみましょうか。まず、よいしょ、萼を取っていきますね。えい、ごめんね、ちぎれちゃった。ちぎってごめんね。よいしょ。いやー、切れちゃったすごい繊細だから、よいしょ。わお、一緒に取れちゃった。これ花びらですね、花びら。よいしょ、こういう風に咲いてた。で、ここも花びらと、よいしょ、これが萼ですね。花びら、ちょっとかなり無理やり感があるけどちぎりました。よいしょ、はい、こんな風になってます。で、これが新面です。ということはお分かりかな。これが新面ですけど、横になるとか、このピラピラしてるのが全部が新面なんですよ。で、種類によって違うかもしれないけど、ここにね、なんか面白い突起がねあります。で、これも映るかな、他のねオンシジウムの仲間も見ても面白かったんだけど、ここがね、なんかカニの目みたいなね、昆虫っていうかクモの目みたいなものがあるんですよ。この髄中のねところ、オンシジウムの髄中の形も見ると面白いので、是非見てみてください。よいしょ。はい、これが芯辺取りましたね。でここの花粉貝が入っているところ取れるかな、ピロ。あら取れない。よいしょ。取れません。このね下映るかな、結構テラテラしてて、ここもきっとひっつきやすくなってんのかな。ちょっと無理やり剥がしちゃいますよ。よいしょ。指先が爪がないから、あれ花粉塊が見当たらないな。見当たりません。他の音子樹も取ってきます。ちょっと他で見てみましょう。他の音子樹も取ってきました。はい、元気そうな音子樹です。ここね突起があってね、新弁のところ面白いね。これなんか虫がついてるみたい。あ、映ってないな。虫がついてるみたいで、別に根は根はしない。でここがねテラテラしてるんですよ。これが虫だと思ってひっつくのかな。よし、ここが、よいしょ、あ、映ってないな。よいしょ。こわっ、取れません。きっとここの中にあると思うんだけどな。なかなか音子樹もこう、うまく今回の蓋外れません。強硬手段に出て、もう一度カッターナイフで切ってみますね。よいしょ。こうしたらいいかな。わせこせ、おう、わせこせ、よいしょ。はい、切ってみましたよ。よいしょ、どうかな。ピロ。見当たりません。私が思ってるところが違うのかな。いやでも雰囲気的にここなんだけどな。もっと違うとこなのかな。よいしょ。こうやれば見えるかな。見えますかって、私が見えないということは動画ではもっと見えないと思うんですけれども、見えません。オンシジウムの花粉塊どこにあるか分かりません。触ったやつはねネバネバしてるんです。ネバネバって、まあでも今までの2つとは違ったネバネバなんで、きっとこれはもともとの花の器官にあるネバネバだと思います。残念ながら花粉塊この種類では見つけることができませんでした。ではせっかくなので脂肪を断面図見ていきましょう。はいはい、ここね切っていきますね。よいしょ。見えるかな。えい。うん。こんな風になっています。わかりません。ただの茎を切ったような感じです。はい。まあ音子樹はこんな感じでした。はい。ということで、音子樹の解剖が終わりました。せっかくなので3つのお花並べてみますね。はい。という感じで今日はシンピジウム、デンファレ、オンシジウムのお花の解剖して観察してみました。で付け加えてこちらの花粉塊は本で読んだ通り、こう硬いっていうかガサガサしてて、乾燥、もともと乾燥して漏出って言ってね、乾燥しないように漏出にも囲まれていうか、乾燥しないように漏出になってるって本で書いてあったんですけど、その通りこう爪でこうキュッとこうつまんでも、はい、全然壊れないし、まあ、乾燥に強いなっていうのと、あと虫さんについた時に受粉するまでに離れないように、すごくこうもう接着剤を固くのりで固まっ、のりっていうかすごいね、こうビヨビヨとこうなかなか引きちぎらないとね外れないような強い粘質で花粉塊がくっついてて、で受粉する時に外れるようになってるんですね。うん、で面白いのはもう一つ、レンファレのお花の仕組みでした。まあ、品種によってね形が違うと思うので、もしかして他のねレンファレでは違うかもしれないですね。もしご興味ある方是非買ってみてください。はい、ということで今日はお花の分解、蘭の花の分解をお伝えしました。ではでは、春合わせでした。